どうもショータイムゴルフです。16番366かな、左でしょ、あ右だ、え、あ右か、371、ここ狭いね。ナイス、230ヤードぐらいしか飛んでないよ。いや跳ね返ってきてるだけだから、パキンって言った。ネジが緩んでる。あ、打ってた方がいい。はい、翔太さんティーショット。ちょ、振りすぎ、振りすぎじゃん。肩いっちゃうよ、また。うん、いいとこ向いてます。あった。あかーん。いけかな。いや超える、超えないんじゃない、さすがに。超えた、いや分かんない。いや超えてたらすげえ。超えてたらすごい、本当に。見えないよ、勝也さん暫定球。うわー曲がるな、まあ、ねじれる。あーセーフセーフ、大丈夫セーフ、うん、残った。139P 右から上げじゃないっすよ、横に近いっすよ。横この位置からだったら135ピンセンターかな、あれ。やっぱ右サイドを広く使っていきたいっすよね。右から痛すぎた。あれフックしないんだ。右からスライス。いい球だった。いい入りしたかと思ったけど。バンカー。バンカーかな。風強いですね。ね。またこれ音取れないやつだわ。はい。右からやべえ、ちょっとショートか、やっぱ上げてんのか。ゲイプレイしてきた、勝手がゲイプレイしてきた。本当に気持ち悪かったんだけど、ゾワッとした。した。すいません。翔太さんは1打目を池に入れました。この越谷ゴルフクラブなんですか、なんですか、まあ、間違いではない。このね、越谷ゴルフクラブのこの巧みに設置された数多くの池、ね、このトラップにしっかりはまってます。何ヤードですか。103、届かないね。めっちゃ上げてますね。届かない。リンクス並みの全英オープンバリのアゲンストが届かない時はどうすればいい。届かない時は届かす。パワーモード使う。え、パワーモード使う。何使う。パワーモード。パワーモード何度ですか。56でいきます。いやうまいよ、あ全然いってねえけど。届いた、届いた。あーまあ届いた、めっちゃ戻ったけどカメラ忘れちゃったよ。動きがすごすぎて乗ってはいます。風でめっちゃブレる。
今のがパワーモードフィニッシュですか。ああパワーモードのフィニッシュすげえな。さっきその素振り練習してたんですね。そう。ここのホールのため、このためにね。すべてもう読んでたわけですね。もうここで池に入れるだろうと、うん、でそして56度でパワーモード使うだろうと、それを見越しての50度はする。ただクラブなかっただけかい。はい、勝谷さんどうぞ。はい、勝谷さん3打目バンカーからピンまでは約30ヤード。ダフった。ピンはここです。さあパーパット。強いの？曲がんないね。芝目ですねこれ。ちょっとやっぱ順目なのかな、こっちから。いいんじゃない？ナイスタッチ。ナイス。うまい。え、パッチャーさん、パッチャーってる。パッチャー。いいね。よし、はい、ボギー。てるてるのバーディートライ。上りフックといったところでしょうか。こい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 、惜しい。 OK です。なんかやってます。はい、その茶番やめてもらってもいいですか。入ったことを確信して手を挙げてます。ナイスパショータイムゴルフ。パーパット。ナイスタッチだったね。切れる。傾斜が強いんだね。はい、ダボ。トリー。あ、そっか、トリーです。ちょっとは入れちゃいけない。あ、すぐパー5。池、池ある？池ある？両サイド池。激狭っすよ。どこまでも池です。両サイド池やん。ボールなくしたくないんだけど、マジで。めっちゃ狭いこれ。しかもなんかグリーンの手前にも池あるし。これやばいよ。まあ、ツーオン可能ですね。頭だけどめっちゃ老けてる。どうすか。まあ、うん、ナイス。今はさっきテルキがどっちかに絞れていったからドローを落としました。なるほど、ナイスドロー。でもそんな曲がってなかった。うん、それがいいんじゃない。そう意識した方がいいね。まっすぐちょっと出ちゃった。入りが安定しない。ちょっと左、この方向、まっすぐ。あれ大丈夫？大丈夫そうっすよ。大丈夫そう。ラフにあると思う。意外とラフ結構でかい、広いです。あると思います、練習スイングだけめちゃめちゃ振る。超低いトップから。余裕でツオンできますね、これは。余裕でツオン期待ですね、これは。ああ、これナイス。ちょっとめっちゃいい球だな。ど真っすぐ。
のあのトップの方が、うん、球をねじれてないんじゃないですか、うん、だって曲がりようなくね言ってみてよどやるな言ってみてよ曲がりどやるな言ってみて今肩いったあかんやつやんあかんやつやん、うん、ただ肩いった肩いっちゃった、うん、ちょっと調子こいて調子こいて振ってきちゃった黄色いグラサンでどやるな曲がりようなくねってこれあのカツヤさんの時同様にアップでお願いしますね。でーんって曲がりようなくね曲がりようなくねで、あのスローでもお願いします曲がりようなくね曲がりようなくねマジ面白いいやでも本当にいい球でしたね。ど、ね、まっすぐティム・フォードがえトム・フォードがマジティム・フォードから連絡が来まして嘘でしょ絶対嘘だティム・フォードティム・フォードトムじゃないよトムじゃないよパチモトムじゃないよ何それ何それ何それティムの方からさティムの方とかあるんですか , 笑ったわよなんだそれティムの方みたいなそんなの知らんけどまあ近日公開ですのでお楽しみにしよう面白いあ、飛ばないね、二人とも取れてるうんいやいや、あなたが飛びすぎるだけだよハーフスイングであそこまで飛ばすか、普通飛ばないねいや、まあまあ来てるからねこのアゲンストで270ぐらい来てるから、これ、うん、めっちゃ上げてますからね、皆さんこれアゲンストで300飛んでるこれしかもまた左行けでしょうん激狭じゃないですか、右は帯あそこ確かに左に行けあんのないでしょあるあるあるあんのグリーンの左そうそうそう今左はないないよねグリーンの左はないけどだって距離的に届かないでしょグリーンのギリ手前まであるあーあショットさんと違うんですよあそう頑張ってあの狭いところに行きますそんなカットして届くいや届かないけど今日ギリねナイスタツヤさん2打目スプーン、うん、さああの狭いフェアウェイに打つことができるのか行くしかねえだろう超えてった狭いとこ行った確かに一番狭いとこ行ったショウタさん。ショウタぶつけんぞこの野郎。スプーンでシャンクした。いやーこれ試合がめっちゃ不安だわ。あーやばいよこれ。当てに行き過ぎですね行ってくれ、うん、当てに行き過ぎ225?223 飛びすぎでしょ本当に300来てるよ怪我明けか本当にこの人スプーンでハーフショットね、うん、めっちゃ風吹いてるけどこの辺あ、なんかすげえ跳ねたあカットしたナイスオン本当ねマジナイスオンマジハーフショット成功ナイスオン本当に乗ったあのサブグリーンに乗りましたサブグリーンかよなんだよ軽やかだな元気ですねオービューっていけ、オービューっていけれても元気ですボールを1個ゲットした誰が荒川静香だ誰が荒川静香何ヤード100ヤード3度そんなに風は今吹いてないですピンちょっと手前めな感じですね90ヤードだなうんちょっと右手前息切れちゃってるからね
んな気がしたら無理でしょ。自ら追い込んでいくスタイル。45ぐらい。はい。最近ちょっと苦手な距離。45。お前行った、イーグルじゃん。すげえ。よっしゃー、ホワイトショット入ったと思ったもん今。すげえホワイトショット、あ、来たわこれ。ナイスイーグル、さすがじゃないですか。綺麗に入った今。え、2ラウンド連続じゃないですか。ノーバーディーだけど。待って待って、打つわ。勝谷さん何ダメですか。7ダメ。いいよ。いいよ。わーい。強かった。言おうと思ったのに。狙いは今の良かったですね。いいアプローチ。翔太さん3打目。距離は40ヤードぐらい。グリーンは下ってますね。ここがちょっと止めるの難しいかも。かれた。あ、止まりすぎ。スピンえぐ。止まるんかい、この下りで。これ OK ですか。 OK、 取り。ありがとうございます。ナイスイーグル。ありがとうございます。ありがとうございます。サムネ、自分がイーグル取ったみたいなサムネ。よっしゃ、仕事した。必殺仕事人てるきでした。もう帰っていいよ。帰っていい。よっしゃ。入れ。めっちゃ言うじゃん悪口。しかも英語しか言わねえなこいつ。しか覚えてねえだろ、アメリカから帰ってきて。はい、ナイスイーグルです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパーです。ナイスパー。いやもう打った瞬間入った映像見えたから。今日アンダー出るんじゃない。出るかな。初のまだバーディーないけど。狙い通りだった。狙い通り完璧。やばいね。ナイス。ナイス。バンカーの先がちょっと池みたいになってる。ちょっとあの木の左から池ですね。ジョンラムだこれ。いや池に行ったね。403ヤードパー4。バンカーの上まっすぐ。風怖い。ちょっと見えなかった。何、狙いはバンカーの上なの。上狙いましたけど、いや風が左から来てるから、うん、流されてフェアウェイまで来るかなと思ってたけど、あんまり風やんじゃった。え、だってバンカー越したら池じゃないの。いや、バンカーの左ですよ。左越えてったら、あの木の方行ったらね。そう、狙いはバンカーの右端くらい。曲げ、どっちに曲げますか。ドローで。ドロー。気持ちはドロー。
お、宣言通りドロー。いいんじゃない、これ。え、あれいいの？ちょっと曲がりすぎ？わかんない、追えなかった。バンカー上ぐらい多分大丈夫だと思う。8番、156、8番、フェアウェイバンカーから。どこ行きました？右ラフだそうです。はい、7番で150ぐらいかな。どこ行きました？弱いですね。うん、翔太さんは今日何発目かわからない池にぶち込みましてまた膝からドロップだんだんシンプルなドロップになってきました。148、7、うん、まあゲンスト強いですからね。ハーフフットなんだね。ハーフスイングだから、うん、まあ、つま先上がりだしね。ちょっとドロー目に行くんでしょうかね。右から回す。この辺？あ、ナイスオン。オッケー。うまい。うまいですね、ゴルフ。ゴルフがうまいですね。言ってみてえな。ハーフスイングにしてから。めっちゃうめえじゃん。言ってみてえ。ハーフスイングの方がいい説出てきた。出てるな。これが、まあ、怪我の巧妙ってやつですね。まあ、去年の僕と一緒です。怪我して学ぶことは多いです。いや、多いよね。うん、まあ、伊藤翔吾選手にもね、怪我したんで学んでほしいです。やっぱね、怪我したら太りやすい。え？太りやすい。太りやすい。いや、あいつもめっちゃ太ってた。調子いいね、なんか。いや、練習してんすよ。本当にもういっぱい打てないから。難しいから。先月と全然違うわ。練習してる。人が違ってるみたいな。ガチャさん、パーパット、下りスライス。ちょっとこう、尾根の上にボールがあるんで結構スライスしそうですね。ちょうどこの僕のマークぐらい。そんなに曲がんないでしょ。いや、切れると思う。こっちもスライスやん。早っ。いや、早くはないよ。打ったよ。結構傾斜強いところで切ってますね。うん。翔太の。ナイスパー。ボギー。ナイスボギー。です。テルテルのパーパット。スライスですか？フック。読めないわ、グリーンが。ウイス。沈めました。ナイスシンク。めっちゃ、やった。もらった。前からするか。ノーボギー？ノーボギーじゃない。前半。はい、ノーボ。ノーボギーだね。ナス。ノーボギー、ワンイーグル。ワンイーグル、ノーボギー。すげえ。2アンダー。ノーバディ。かっこいい。プロみたい、なんか。嬉しい。初めて褒められた。
散々先月はカス扱いされてきたからうまいね。お花も頑張ろう。これだったら2万あげてもいいけどね。2万ウォン。ああ、じゃあいいのか言っても、ここにも言ってもらえる。2万ウォンじゃなくて、ね、そうそう、円ね。カツヤさん、知ってます？え？ウォンだったの？ウォンだったんですよ、あれ。2000円じゃん。2万ウォン3000円くらいだっけ、レート的に。そうそうそう、いや、2000円。